目が見えにくい僕が野球観戦を楽しむことができるのかと、その前にまずはグッズを買っていきます。買ったグッズは僕の推しである岩崎選手のタオルと近本選手のタオルを買いました。他にもたくさんのグッズがありました。甲子園球場の周りはたくさんの阪神ファンで溢れていました。いざ甲子園球場へ。スロープであったり展示ブロックが設置されていました。選手の姿がスマホ越しで見れたことが嬉しかったです。僕が唯一見えたのがこれ、キータくんです。かわいい。周りの雰囲気を見ながら楽しみました。勝てば見えなくても大丈夫。